大学生となった山本氏は、今西系の創設者、今西万次郎氏と運命の出会いを果たす。だが、鳩飼育に熱中するあまり、父親から大学を中退させられ、感動同然で、柏山商店、後のオンワード柏山に就職する。そして、東京への転勤、やがて彼に、 今ケイの継承者となるよう依頼が届く仕事家庭鳩飼育と花の都での生活は順風満帆に見えたのだが「鳩レース」それは。 鍛え抜かれたアスリートの鳩たちが「強勝」というドラマを繰り広げる熱き戦いである。 二代目継承者であった平井氏の転勤という思わぬ形で今西系の三代目継承者となった山本氏は再び鳩飼育に携わることとなった現在の居住地東京都調布市に一軒家を建て旧社も建設新規一転今西系と共に生きる決意を固める出た。 知,知ってました鳩飼ってるっていうのはそのそ全体的に鳩を飼ってるっていうだけで <laughs> 細かいことまでは知らなかったんですけどね。結婚されて、えーとまあ、先ほど言ったようにいきなりなんでしょうかそうですよいきなりそこへ建てたらっていう感じで,で家もこの半分ぐらいだったんですよ。土地はなんかうちの,あの母が持ってたんで そこに入ったんですけど、その一番奥が空いてたもんだから、じゃあここに建てましょうか、みたいな感じで、私がこう柱持って、この人を持ってそこでい張って、それこそ畳一、二枚ぐらいの小屋を建てたんですよ。そうですよね。全然わからないからね。でも私が割と動物好きなんですよ。だから、 鳩とか犬とか好きなので、鳩はその好きっていうのが全然わかんなかったんですけど、犬は好きだったんですよね。で、犬も飼い出したんですよ、こんなの。<laughs> なんか、この土地はなんかあったんだけど、家は小さい家で、それで鳩親、ここに建てたら、みたいな感じで、なんていうことなしに建てちゃったんですよね。最初、 本当に畳2枚ぐらいの建てて。ここで喋ってる間も少年があの頃すごかったんですよ。カゴ持った少年がもう、あれがなんかステータスみたいで、鳩の入ったカゴをぶら下げて歩くのが。で、この辺、年中人が歩いてたんですよ。で、ここ全部畑だったんです、向こうが。今家が建ってますけど。その畑の向こうの方にも鳩、鳩をこうやって見てるわけですよ、鳩よ それぐらい、まあ、あのね、愛され、鳩を愛している人が多かったんですよね。今、鳩って何それっていう感じでね、知らないですよね。鳩レースなんつって何なんていう感じなんか、その時のことを今、思い出そうとしてもなかなかみ返 <laughs> ってこない。<laughs> この時代は、 日本映画界の前世紀調布市の自宅近くに映画会社である日活の撮影所があったことから石原裕次郎宍戸城といった昭和の大スターたちとも交流があったという国領の駅前に寺本正一というハトカエがいてその人は。 遠くの鳩会で有名なんです日活っていう映画会社が調布では有名なんですよねそこの人だったんですスティールマン、うん、あそうスティールマンだったんです、うん、そうそうその人の影響で当時は暖房も冷房もありませんから、えー、日活のスタジオの 行くと冷房がある休みのたびに昼寝行ってましたのその時に悠ちゃんとか父祖父とか二谷秀之仲良くなりましたそういう人たちと一緒に撮った写真も入ってるんですよあ,あの悠二郎さんね また当時日本の高度経済成長の象徴となった1964年の東京オリンピックが開催我が国のハトレースブームの発端となった開会式における8,000羽の補給にも今西に系で参加したそうだうん <laughs> あんまり感激なかったね。パワー あの、オリンピック会場では鳩東京埼玉主に東京近郊から鳩を集めて集まの鳩をサンバーしてそで階段を上がってファンはでなって。

感動したうん仕事家庭そしてハトレースと充実した日々を送る山本氏だが思わぬ悩みを抱えることとなる「勝てない」「ハトレースは勝負の世界」 コンスタントに帰還させるもののなかなかレースで上位に食い込めないくしくも鳩レースの本場である欧州各国からの輸入とが次々と日本球界に導入されていた時代だその圧倒的なスピード性能を前に奇想性が持ち味の今西系は後陣を排していた今西系にこだわってきた山本氏も この潮流には大きく心が揺れた昭和32年に旧車を建てましては動を始めたんだけども33年から6回ぐらい1000キロを記,記録範囲に 帰っってこなかったそれで当時はあの犬バトのブームでもうほとんどの人は,のの人は犬バトに帰っていったんだけどそれで僕も彼女は じゃあダメだと言うんでユヌバトに転校しようと思ったんだけども、こいつがあんたをあんた今にしとったらな何,何が残る初めていいことを言ったいいことかとか <laughs> バカにしたわけ。 <laughs> あんなに騒いでたのにって <laughs> 全然ね覚えてないんですけどねそ,そんなに鳩にその思い入れってないんですよね私がう,うち鳩いるのマンネリになっちゃってるんですよ普通の人と違って <laughs> 動物愛護の気持ちみたいのになったと思うんですよね 今更そんな今まで思い込んできたものを捨てるのっていう,うな感じで私なんか言ったような気がするんですよ。そういうあなたたからら今西系を取ったら何が残るの京子夫人のその一言で奮い立った山本氏は近代レースで勝てる今西系を目指し精力的な活動を始める昭和42年。 初めて今西系で1,000キロレースを記録すると積極的に欧州輸入場とも導入し今西系と掛け合わせるなど新たな改良に着手さまざまなデータから理論構築し90年代には業界誌で連載記事を掲載した2000年代に入るとレースに強い今西系を実践するため 同系統の愛好者と共に山本今西会を設立やがてその努力が目に見える成果として現れるまず1,000キロ1,100キロという超長距離レースにおいて25年連続入賞の記録を打ち立てるそして2003年全国の委託場とが歯を競う 里国際委託旧車レース国際チャンピオン900キロで全国優勝翌年には同八郷オリエンタルカップ700キロで全国優勝と立て続けに馬西系の鳩が大きな栄冠を手にした昭和41年に。 あのぼ僕は三十八ぐらいな,なったんだけども、その時から積極的になって、で、今日が帰りださた。で、二六四四ってやとは、昭和四十一年に、 記録範囲に帰ってきて、それから、あの、25年続けて。毎年ね。それが自慢だったのね。一 <laughs> <laughs> 回だけじゃないんだ。道がついた。道がついたというか、波と数が多かな、多くなって。いい <laughs> 時間も優秀になって、 管理も良くなってでこっちの気持ちも良くなって積極的にやるようになったなその時はね国際救者の富さんから直接 今にしシやったよーってよくねもやったよーっていう電話をいただきました <laughs> 自分の後、まあとにマチア なかったと確信しま私は山本氏が28歳で今西系の三代目継承者となってから約半世紀山本今西系が確立した瞬間である。はい 3四半世紀を今西系と共に駆け抜けてきた山本氏その間著名な愛球家として日本球界へ数々の貢献を続けてきたそして今人生の終焉を迎えつつある彼が最後に回帰したものとは次回「今西系と生きた75年」「血編をお楽しみに。